皆さんおはようございます。毎日象盛り学園をご視聴いただきありがとうございます。今日はお詫びと訂正です。6月16日配信の分かりにくいということでもう一度やった。それにちょっと大きな間違いがありまして、ちょっとここで訂正させていただきます。ちょうど時間でいうと3分から3分30秒のところ、この3つの中に9が2つ入るって言ってんだけども、その考えがもう間違い。必然的にこことここに9が入ると言ってるけども、9はここに入る可能性もあるということ。たまたまこことここに9が入って、あの問題に関してはたまたま合ってただけ。ここかここに9が入ります、ここかここに9が入りますってなった時、当然ここの可能性もある。3つの中に2つ入るという考え自体が間違い。そういうご指摘を受けました。大変申し訳ございませんでした。この状況で言うのもなんなんですが、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。